皆様こんにちは木村よし子です今日は2023年2月8日水曜日ですねただいまの収録時刻はもうすぐ3時になるところですねえ今日はこんなお話です、えー、さてですね今日のテーマはオク,オク言わない送らない投資でも十分カブリッチと題しましてお送りいたします え今日のの木村し子の気にななる目柄ん、まあ、でこんなテーマにしたかと言いますとですねまああまりにもねオクオク言い過ぎてると思うんですよねで送らない投資でも十分株立ちになれるしそしてそんな投資だとね忙しくなくてとてもね時間の使い方もねゆったりしていいと思うんですよね。でこう鼻血出す勢いで投資する人もいると思うんですけどもまあ私はそんな投資はね えー、病気になると思ってますなので、えー、健康的にねそして精神的にも余裕を持って投資をした方が、えー、まあ幸せ感というか、えー、この自分の人生にとってはいいんじゃないかなと思ってですね今日は送らない投資でも十分株立ちと題してお送りします、えー、ぜひお付き合いくださいね、えー、さてですねまあ理想の株式投資の一つの姿ですねこちらあー まあ、いろんな会社がありますけども、まあ、この中から配当を増やしていく力があるそして分割で持ち株が増えていくそして結果的には株価上昇えそんな、ねえー、成果が挙げられて気が付いたらこんな小さかった会社が大会社になっていたという姿がですね、まあ、一番ね、えー、理想的だと思います。で小さく生んで 大きく育てるっていうね。投資ですよね。で、えー、まあ,あの今日ご案内する銘柄はまあ、今のところねまあ、そんなに株価も高くないし、でもいけるんじゃないかなというふあの2つをですね。ご案内していきたいと思います。まあ,あの今のところはさほどでもないだけど、気がついたら配当も増えて分割もしてくれて。そして株価上昇も見込めて。 何年か後にあー時買っといてよかったなという結果になったらいいなと思ってですね、まあご案内していきたいと思います。え一社目はコード番号三九九二のニーズウェルという会社です。え本日は九百一円で終わっておりまして二十三円高。 2連投しておりますので、まあ、明日も上がればですね、まあ、ちょっとこの年初来高値ということもありますので高値掴みになる可能性を意識してください、まあ、できるだけ、ね、安く買ってそして育てていきたいという観点で、えー、まだ三桁台のニーズウェルをご案内しています、まあ、社長さんは元富士,サービス、えー、富士ソフトのサービスビューローの監査役そしてサイバーコムの監査役 そして元富士ソフトの専務さんでいらっしゃいましたで。このエンドユーザーである金融業界のある会社ですとか通信サービスなどの会社ですね業務系のソフトウェアの開発とその経営コンサルタントといいますかそのシステム開発までの幅広い分野をカバーしているということで現状配当は23円予定なんですが 業績が安定的成長発展しておりますので将来的に4桁を目指してもいいんじゃないかな配当も増配してもいいんじゃないかなと思って見ておりますまだ2桁台で小さく産んで大きく育てるタイプの1社目コード番号2社目はコード番号が8086のニプロ。 使い捨て医療機器ですよね。こちらの会社はですね、ま31円の配当がなされているほかですね、ま売上もま社会情勢に伴って若干変動はあるんですけども、連結ベースでしっかりと伸ばしてきているというところがポイントですね。そしてですね、現状の PR 連結ベースでは12.8倍、そして PBR0.9 倍ということで、 まあ、昨今、ですね PBR が1倍以下の会社っていうのは課題がありますねということが、まあ、市場関係者の間では意識されておりますので、まあ、やっぱりその PBR1 倍割れっていうのはちょっとね、是、え、正、ー、されていく方向にあると思いますで。使い捨ての医療器具ということですからこれから先ですねまあどんな状況となるか分かりませんけれども、まあ、一定の需要があるという会社です。えー、今日はですね円のお ところが実体足なんですけども、まあ、その場中にはですね上には1080円を超えるところ下にはですね1020円に到達するようなところがあってですね眠、ね、れが結構ありますので、まあ、あんまりその高いところをつかまない用心でき、まあ、いい今日は、ね、2社だけにしようと思ったんですけど、まあ、もうちょっと爪を伸ばしてご案内を続けたいと思います。え3社目はですね コード番号が四二七ゼロの Bx ですね。こちらは今日は二千四百円四十七円高となりました。まあまだ上場して日が浅いわけですけれども、まあそして現状は配当はありませんけれども。 まあ売り上げがですね、えー、少しずつ伸びてきてる点とですね、まあ、情報修正しておりますね。そして一株純利益も大きく情報修正ということを評価したいと思います。そして取引先は一流どころばかりということで、まあ、かつて気になる銘柄でこの銘柄に触れたことがありまして、まあ、その時の動画もご参考いただければと思いますけれども、まあ、IPO 銘柄天国と地獄というタイトルの。 お動画にこの銘柄を取り上げておりますけれども、これから先、展望が開けていくんじゃないかな、配当ができるようになったら、もう少しね株価の居所も違ってくるんじゃないかなというふうに見ております。このほかですね、この動画でご案内した平山なんかもね、しっかりと展開しておりますので、小さく産んでですね、そして大きく育てていけば、ま急に送り人を目指して鼻血を出す勢いでですね、この… パソコンの前に張り付いていなくてもですね。まあ、目を血走らせてやらなくてもまあ、十分カブリッジになっていけると思いますのでえ、是非ですね、えー、そんな観点で銘柄の選びの参考にしていただければと思います。そして、その配当金も配当金をもらえるタイプの潰れにくい。銘柄を合わせ。持てばポートフォリオまあ。なんか仮に市場全般が元気なくなっても配当が。 たっぷりもらえる銘柄も合わせて持てばですね、まあ、おたおたしないで済むしそして配当年間配当額が例えば50万60万ですと10年間もらえば500万、ね、600万もらえるわけですから、まあ、決してね目を血走らせてまで投資ガンガンにいかなくてもいいしその目を血,らせ、えー、の血走らせてやるそのモチベーションの根底にはね 早く送り人にならなくちゃいけないっていうね脅迫観念があるかと思うんですね。まああんまりねえそんな風に思わなくても十分カブリッとしてやっていけると思いますので、焦らずゆっくりいきましょう。ということでこの後雑談しております。なんか熱く語っております。お時間があったらお付き合いください。えー、さていかがだったでしょうか。ここからは少し雑談タイムとさせていただきます。 日本中のね、ですね、資産家独居老人の背字を寒くさせた、あの、強盗団を蘇生して、海外から指示を送っていたと目される4人がフィリピンから移送されつつありますね。でこの4人のうち3人が38歳ということで、まあ、1984年とか5年生まれの人ですよね。で、彼らがどのような風景を38年間見てきたんだろうか。その結果として、 まあその合同団を蘇生してですね、えー、独居老人の資産を狙う、そして命まで狙う、そんな指難役になってしまったんだろうか。まあこれつくづく考えさせられるわけですね。で、えー、この問題とデジャブ感がありますのが、有名な生命保険会社の海外駐在員だった人が、会社のお金を140億横領してですね、 仮想通貨にぶち込んでしまっていて、まあ結果的には170億円ぐらいの成功を見たわけですけれども、もちろん会社からは懲戒解雇ですし、そして前歴がついてしまって、まあもちろんもうこのね、えー、法社会においては、まあ本当に残念な結果になったわけですよね。犯罪者になってしまったわけです。でなんでそんなことするんだろうかと、いい会社に勤めながら、 会社員としてゆっくりと資産家として成功する道もあったのに、ビジネスマンとして成功する道もあったし、家庭人として幸せをつかむ道もあったし、ね、なんでそんな140億を横領してしまったんだろうか。まあ、その記事から入、記事から得た話は、大きな金額を動かしたかったみたいなことを見ましたけどね。なんかね、世の中ね、 いぎてると思うんですよねで株式投資でもまあ送り人なんて言ってね若くして成功した人をもう過剰にもてはやす風潮がありますけれども株式投資には送り人になることだけがアルファではないと思いますね。でこのアルファという言葉をよく使う、まあ、株の送り人の一人である井村俊也さん、まあ、彼なんかはですね朝から晩まで決算短信を読んで企業研究に邁進してるわけですよね。 でまあ、その結果成功して、えー、まあ送り人になってるわけですけどもまあなんかねそれをすっ飛ばして、まあ、あまりにもマネーメディアがその送り人を称賛するかのような、まあ、広告もそうですけどね、えー、そんな風潮がちょっと強すぎるように思うんで私はそんなことばかりが株式投資じゃないんだという そんな観点で今日の動画を作ってみました。ゆっくり、そしていろんな人生を膨らませながら、ゆっくり、誰にも迷惑かけずに、自分の稼いできたお金をしっかりと増やして、そしてライフプランを充実させる、そんなお役に株式投資が立てば、まあ、これは十分成功者の株式投資だと思うんですよね。この動画ではそんなところを目指していきたいなと思っています。 それではまた金曜日にお目にかかりましょう良い一日をお過ごしください皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります